今日未明、鹿屋市で住宅などを全焼する火事がありました。怪我人はいませんでした。警察と消防によりますと、今日午前1時過ぎ、鹿屋市池園町で近くに住む人から建物から炎が見えますと119番通報がありました。この火事で無職小村清子さんが住む住宅と隣接する倉庫を全焼しました。怪我人はいませんでした。警察と消防は実況見分を行い、火事の詳しい原因を調べています。